皆さんこんにちは、キャスダイス TV の小林です。今回はですね、スペシャルゲストに現役の東大生の方にお越しいただきました。紹介します。フォンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日のテーマなんですけれども、まあ、なんでねフォンさんに動画に出ていただいたかっていうと、実は自称進学校出身だということで、まあ、その辺のね闇をまあ、今日はねお話しいただこうかなというふうに思うんですが、まあ、ちょっとまあアイスブレイクから入っていきたいんですけども、はい、まずフォンさんの出身地ですね、どの辺のご出身なのかまず伺ってもいいですか。はい、中学1年までは中国の天津育ちで、まあ、天津甘栗とかそういう感じで有名な土地ですね。はい、で中学2年から高校卒業まではずっと静岡県浜松市でなんか生活してました。うん、でまあ、高校もそちらだったということで、はい、大学進学で、まあ、東京出てきたっていう感じですよね。はい、で学校がね一応まあ自称進学校だったということで、進度とかってどうでしたか。進度ですか。まあ国語はあんまり覚えてないんですけど、数学は高校2年に一応数 2B まで終わって、なるほどなるほど。で高3はなんかもう1年間ずっとセンター演習みたいなことやらされましたね。ずっとセンターですか。はい、ずっとセンターです。ずっとセンターですか。せっかく 2B までね終わってるんだから、ちょっとまあ別にまあ東大とは言わなくてもちょっと難しいね二次試験のこととか次第の問題とかもやってもいいのかなと思うんですけど、いやー残念ながら残念ながらそういうことは特になかったです。もうひたすらセンターであると。はい、なるほど。ひたすらセンター。なるほど。英語とかはどうでしたか。まあ英語もまあそういう教科書の範囲が終わった後もひたすらセンターです、ね、センター。そういうことですね。じゃあ学校として結構まあセンター重視というか、はい、まあ、センターが好きな感じでカリキュラムが組まれていたということなんですね。はい、センター以外はもう何もなかったですね、うん、特に。なるほどなるほど。でまあ本さんは実はまあ浪人をねされているということなんですが、はい、じゃあ現役の時ってまあ正直学校ではまあほぼセンター対策メインで、で塾とかにも行ってなかったんですよね。はい、そうするとどうでしたか本番の試験は現役の時。現役の時はまあそもそも自分はもう学校の授業とか一切聞いてなかったので、うん、まあ自分で独学してたのでまあぼちぼちですかね。ぼちぼちぐらいですね。はい、まあだから学校の授業はちょっとまあ一旦置いといて、はい、自分でやってたから、まあ一応そのまあ戦えたというか、はい、まあそのまあ受験勉強のね成果出せて、まあ多少解ける問題もあったってことだと思うんですけど、はい、やっぱりまずこう伺いたいのが、自称進学校の中で良かったことと悪かったことあると思うんですよ。まあ、うん、なんでちょっと今日はねそこをね深掘りしちゃおうかなと思うんですけど、まず先にね、まあせっかくなんで良かったことから聞こうかなと思うんですが、はい、何か良かったことってありましたか。いや先生も生徒もみんないい人でしたね。あ、これはもう、はい、人もみんな良かったんだ。はい、もうなんか結構僕のねところに相談寄せられる声だと結構先生が高圧的だったりとか、まあそうでもなかったですね、うん、なんかみんな部活大好き人間でしたね。へえー、あ、じゃあ部活を頑張れみたいな。はい、あでも結構自称進学校あるあるですなんか部活入らなきゃいけないとかで。あ、そうですね。 あるあるですね、はい、なるほど。ちなみに何部に入ってらっしゃったんですか。あ、僕は情報処理部っていう、まあ本当に部活に興味がなかったので、はい、情報処理部ね。他になんか良かったことありますか。そんなもんですかね。その精神を楽しむという観点で言えば、うん、素晴らしい学校だったとは思います。なるほどなるほど。まあ、難関大学に進学するという観点で言えばまあなるほど、なって感じですね。なるほど。じゃあ今からそこをね話を伺おうと思うんですけれども、はい、やっぱりまあね自称進学校、まあ、うちもねちょっと批判を一部する動画を出させていただいてますけれども、まあ、実際フォンさんがまあこう体験した、まあ、ちょっと良くなかったなって点をいくつか教えていただければと思うんですが、はい、まあいろいろあるんですけど、まずはさっきもちょっとちらっと言ったんですけど、はい、難関国公立を受験する際してはほとんど学校のカリキュラムは役に立ちませんでしたね。うん、まあ、ずっとセンター演習でしたそうですよね。はい、ちなみに学校の宿題とかどうでしたか。まあ、宿題はぼちぼちやったんですけど、うん、僕はあんまりやらなかったから、まあって感じですね。やらなくてでもどうにか、まあ、もちろん注意とかされたりすると思うんですけど、はい、どうにかなりましたか。そうですね、あんまり気にしなかったんで。なるほど、まあ、ずぶとい性格だったので。なるほどなるほど。結構ねそのコメントとか寄せられる中には、あの先生にまあ脅されたりとかして、まあまあまあ、そうやんな、宿題やってると勉強できないんですね、声とかあったりするんですけど、あとよくある話で歩行ね、そのなんか謎の7弦とか、はい、
あったりすると、あと朝のなんか謎の勉強時間みたいな、はい、そういうのはどうでしたか？そういうのは特になかったんですけど、あ、そうなんですね、はい、なんか、うん、まあ世界史とかはなんか学校の進度が遅れてたので、うん、なんか休みに確か冬休みとかに確かなんか高校とかはあったんですけど、高校3年生のですか？あ、はい、結構厳しいですね、高3の冬休みって。年末年始ですよね。あ、まあ高3まで普通に終わらなかったので、うん、まあ結局最後まで世界史は終わらなかったので、終わらなかったんだ。あ、はい、きついですね。あと他にですね、自称進学校に通ってて、まあ、ちょっと良くなかったなってポイント、他に何かあればぜひ教えてください。まあ、正直一番辛かったのが、なんかもう授業中内職できなかったんですよね。内職するとなんかめちゃくちゃ怒られるみたいな感じで、うん、でもう一つ生徒が基本的にその自分の権力を主張しなくて流れるがままに生きてるんですよね。なるほど。で僕の高校はもう自称進学校あるあるなんですけど、うん、政権任意が開講されず現代社会しかなかったんですよね。あ、公民でね、選べる科目が少なかったと。はい。で一応その政権の先生はいるんですよ。で高2から高3に上がる際のアンケートで10人ぐらいが政教を志望すれば、うん、科目は開講されることになってたんですよね。なるほど。それで過去のその進学実績をいろいろ調べて、毎年20人ぐらいはその整形が必要とされる大学に進学してることが分かったんですよね。それで成績が良かった連中にみんなで一緒に整形受けようぜっていろいろ呼びかけたんですけど、うん、まあ、結局3人ぐらいしか集まらなくて、うん、まあその時、いやこの人たち絶対後で整形使うことになるのになんで呼びかけに応じてくれないのかなってすごい疑問に思いましたね。なるほどね。まあそういったいろんなまあね、良くない点もあったかと思うんですけれども、はい、あとまああるあるで言うとですね、志望校決定の面談とかあるじゃないですか、はい、そういう時に結構学校の先生が俺が決めるみたいなね、お前はもうなんとか大学に行けみたいな、結構そういう進路指導を受けちゃう子もいるんですけど、その辺ってどうでした？僕はそんなところなかったんですけど、うん、とにかく国公立を受けろっていう圧はすごかったですね。あ、やっぱり学校としてはそのもう国公立第一だみたいな。あ、はい。あ、じゃあなんかこう私立大志望とかはちょっとお前ないぞみたいな。そうですね、僕文系の特進クラスってとこに通ってたんですけど、うんうん、クラスで私立大志望の人は3、4人ぐらいでしたっけ、40人中、うん、うちの高校は東大合格者は本当に少なくて125年の歴史の中で僕が3人目らしいんですけど、旧帝大は一応毎年 7、8人ぐらいは出してますね、大体名古屋大学で、うん、なのになんか総計は毎年1人いるかどうかなんですよ。結構特殊ですねそれはね、はい、学力的にはね、もうちょっと受かってもおかしくないかなって気はしますけど、やっぱり国立重視というのが、まあ、垣間見えるのかなというところですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあ、まあせっかくなのでもう少しだけねお話伺おうと思うんですけれども、まあ、あのフォンさんが東大受験を、まあ、決意したきっかけですね。まあ、やっぱりこう自称進学校の中にね普通に通っていると、結構そこにこう、まあ、毒されるというわけではないですけれども、まあ学校の先生のゆとりにしとけばいいやって思っちゃう人も結構いると思うし、周りの友達もねそういう方いたかもしれませんが、いや俺は東大に行ってるぞって思ったきっかけみたいなのってありますか？もう本当にいろいろあるんですけど、そのうち一つは周りの生徒を見てこの人たちは多分ポテンシャルあるんだろうなって思ったんですよ。まあでもこのような環境でずっと育ってきたから、なんかそういう東大とかそういうところに挑戦しなかったんだろうなって思って、まあ、で自分は中学1年まではずっと中国にいたんで、そういう彼らを別の視点で見られたんですよね。まあだからもしも他の日本全国の高校が大体こんな感じなら、まあ、東大余裕じゃねって思って。あ、逆にね、はい、逆にね、まあ、でもまあ実はそうでもないっていうねこともあって、自由な学校もたくさんありますし、まあ逆にもっと多分束縛が強い学校もね、はい、まあ、あると思うんですけれども、まあ、せっかくなので、実際の受験勉強についてもこのまま聞いていきたいと思うんですけれども、はい、実際こういつくらいから勉強始めましたか？僕が東大受験を決意したのがそもそも高2の1月で、うん、相当遅かったんですよね東大志望としては。まああと中学1年までずっと中国にいたじゃないですか、うん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 、まあだから1年で東大に受かるのはまあ多分不可能なんだろうなって思って、最初から2年浪人前提のスケジュール組んで挑んでましたね。ああ、なるほどですね、はい、勉強時間ってどれぐらいされてました？勉強時間、まあ日によるんですけど大体4から6時間ですかね。まあ僕は長時間ダラダラやるというよりは短時間集中してやるタイプだったんで。なるほど、それはもう現役時代も浪人時代も同じですね。そうですね、はい、うん、じゃあもう6時間ぐらい、まあでも結構ねずっと家にいると時間はたくさんあるじゃないですか。まあその中でもうビシッと決めて、まあそうですね、っていう感じですか。明確な目標があったんで、うんうんうん、なんかもう
今日は何時から何時まで、何時から何時までみたいなのがもう勉強時間として決まってて、それ以外はもうリラックスしてるって感じですか？そうですね、大体そんな感じですね。なるほど。なんか長時間やっても、うん、まあ僕はあんまり身につかないタイプだったんで、実際まあ勉強していく中で、まあ、いろんな教材とか使われたと思うんですけど、なんか使って良かったなって思うものとかありますか？中谷の世界史論述練習帳ですね。はい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 、ありますね、はい、やっぱりあれ良かったですか？あれ良かったですね。なんかあれのなんか巻末に小論述集がついてくるんですけど、まあ、手始めにあれをまあ一通り全部最初から最後まで全部暗記して、でそれで相当文章力上がりましたね。なるほどですね。東大文系の二次試験ってまあ、国数 A 社じゃないですか。でそのうち数学の80点を除いた360点は基本的に全部文章力の問題だと思ってるんですよね。なるほどですね。まあ国語ももうひたすら2行とかそういう感じな、まあ論述を書きまくるし、世界史とか1問目に600字ぐらいの大論述がありますし、そうですね、まあ、だから徹底的に文章力を鍛えれば、まあ、合格に一気に近づくんじゃないかなって思って、でそれで手始めにやったのが世界史の論述集の模範解答を徹底的に暗記することでしたね。最終的には世界史と日本史の論述集合わせて5冊ぐらいはもう模範解答は全て丸々暗記したので、多分そのおかげで受かったんだと思います。実際本番ではまあ、世界史44点、日本史42点となかなかな点数だったので、すごいですね。はい。他に何かありますか？よかった。他は文系数学のレオモン・プラチカっていう参考書が良かったですね。非常に有名で、多分使ってる人多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、結構数学は当時は得意でした？苦手でした？苦手でしたね。どっちかといえば苦手でしたか。もともとは得意教科だったんですけど、東大合格という観点からして数学はそこまで重要じゃなかったので苦手教科になってしまったって感じですね。なるほど。それに割く時間がなくて、うん、なるほどなるほど。最後にですね、質問したいのが、まあ、独学でやっぱり浪人をしているといろいろこう大変だったこともあると思うんですし、まあ、良かったこともあると思うんですけど、まず大変だったこと教えてもらえますか？とにかくメンタルやられますね。ああ、まあさすがになんか結構その6時間とか自分で決めてやってらしたから、その分リラックスとかもできて意外となんかうまくやってたのかなってイメージを持ったんですけど、まあそれは確かに、まあ多分大抵の人はよくやれたとは思うんですけど、それでも徐々に徐々にそのメンタルがちょっとずつ悪化していくのが、あ、まあなるほどですね、はい、やっぱりどうですか、普段こうやっぱ家でずっと勉強していると、まあ、ご家族の方以外とあまり会話を、まあそうですね、せいぜいそのチャットで中国の友人と、ああチャットね、会話したり、それぐらいですね。確かにそうするとね、こう人間関係もあれになるし、まあね、こう迫り来る入試に向けて大丈夫か大丈夫かって不安にもなるし、はい、タイミングでいつぐらいが辛かったですか、時期的には。うーん、例えば秋とか冬とか夏とか。秋が辛かったですね。ああなるほど、ちょうど今ぐらいの時期ですね、はい、そうですね、今ぐらいの時期が一番辛かったですね。はい、逆に良かった点ってありますか？いくつかあるんですけど、独学をやり遂げたことで良かった点は、やっぱりですね、まあメンタル強くなりますね。なるほどね、それを乗り越えたからね。はい、それを乗り越えたから。あとなんかもう、自分のその経歴を人に語ると、大体一目置かれるので、中学1年までずっと中国にいた中国人が、地方の自称進学校から、まあ塾に向かわず独学で東大に受かったのすごいねって、いやすごいですよね、そんな感じですね。うん、いや本当に僕もそう思います。なかなかね簡単にできることではないと思うので、まあぜひね、そういったこうフォンさんの体験談をね、いろんな人にまたね、このチャンネル以外でも話していただければなと個人的には思ってます。はい、ありがとうございます。そんなわけでですね、今日はですね、フォンさんに、まあ、自称進学校からね東大に進学したこう一連の話をギュッと詰め込んでお話を伺いました。まあ、これからもですね、こういった動画、たまにゲストを呼びして撮っていきますので、ぜひご視聴いただければと思います。それではフォンさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、視聴者の皆さんも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。